すじチャンネル。ママ、手消毒して。じゃーん。すごーい。ママ、これに入れ。下手ね。うん。はい、今回はですね、こちらのいちご狩りに来ております。すごくない？もう。めっちゃ美味しいいちごがたくさんなってます。今日は家族で。おお、蜂がね。今日は家族でもうほぼほぼ貸し切りですね。本当になんかすごい贅沢にちょっといちご狩りを楽しみたいと思います。いちごが4種類あるんで、すごい、ここでいいよ。見て見て見て、めっちゃ綺麗。そのまま食べてっていいんだよ、うん、おいしい、めっちゃおいしい。うまい。じゃあ行ってみよう。こう行ってみよう。はい。ママ、いちごってどこに置けばいいの？じゃあ食べてっていいんだよ。どん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 。洗わなくても大丈夫。で、ゴミはゴミヘタ入れっていうところ。ヘタ入れ。そう。ここは？いっぱい蜂いるから。うん、大丈夫大丈夫。悪いことしなきゃ大丈夫。おいしいよ。ほら、ここは秋姫で、こっちが紅ほっぺ。あ、ここにゴミ捨てれるやん。ほら、貸し切りだよ。最強じゃん。すごい。コアちゃん食べよう。紅ほっぺめっちゃ好きよ。あ、ここ、ギューンって。いちご。このまま食べていいんだよ。食べて食べたい。うま。うーん、汁。あ、ね、めっちゃ汁るんだけど。全部食べていいんだよ。うん、で、蜂めっちゃいるんだけど。うん、うん、うまっ。めっちゃ美味しい。見て、ママめちゃくちゃ目がかゆい。ねえねえねえ。いちご今集めてる。取りすぎよ。今集めてる。取りすぎ。いっぱい。めっちゃ違くない？めっちゃ美味しい。これ種類全部違うんだよ。でも蜂が怖い。全部。いっぱいよ。香りの全部。お母さんどれ食べる？次蜂。ママこれ食べます。お母さんこれ取って。ギュッ。おお、お母さん収穫。奥行ってみよう。おいで。どれだ？赤いやつ探して。赤いいちご。そう、赤いイチゴ。あ、これじゃない？これ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 、取って。これ取って。じゃあこのイチゴ取って。赤、赤ね。赤、うん、赤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 、これ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 。よーし、そう、大きい。うん、オッケー。これ、それじゃない、それじゃない。まだここの列あんまりないな。こいの、こいの。はい。うん。これ。せーの、こっち。これ食べていいんだ。美味しい？味どう？一緒？見せてあげて。うまい。うまい？食べていい？いいや、ママ。うん。じゃあママ。じゃあママ。うまっ。じゃあママ、うん、じゃあママね。めっちゃうまい。あ、もういっぱいしていいんだよ。じゃあママ。はい、ありがとう。母ちゃんいっぱい。いっぱいだね。でかっ。まーし、母ちゃんどこ？いた。ママ見て、大きいイチゴ取った。大きいイチゴ。チーだ、じゃあ、あっちだよ、奥。
うん、うん、やこいさんこっち、これと、これとって持ち、うん、それとって、お、上手、あむわ、うっちいね、乾杯は、乾杯、全然違う。ちょっと待って、どういう状態？え、これ正解なの？これ正、美味しい？うん、これ取りすぎだ。うん、これ食べる？いいよ、食べな。もう大丈夫。どんどん食べないと、正、でっかいね、それ、めっちゃ大きいね。はい、もうコアさんはですね、昆布になってしまいました。なんだろう、蜂が怖いのかな、なんかね、もうちょっと楽しめるかなってコアさんも思ったんだけど、なんか場所に慣れてなくてね、怖いって言ってる。蜂がね、こうなんか受粉をするために蜂をこう飼育してるらしくて、そういっぱい蜂がね、結構大きめの蜂がいるから、それが怖いなんて。いや、やった。怖い。怖い。怖い。怖くないよ。ちょっとびっくりするけどね。ちょいちょいブーンって言うから、ちょっと怖いんですけど。めっちゃすごくない？こんな贅沢なことはできないよ、なかなか。怖い。向こうの方にノアたちがね、いるんですけど。まだまだ楽しみまーす。これなんだっけ、この種類。ベニホッペ。あ、これ大きい。これめっちゃ大きいじゃん。よいしょ。これ食べるよ。よいしょ。めっちゃ怖かった。めっちゃ綺麗そう。うん。ポチャポチャ。あ、これなんか漏れてるね。よいしょ。いっぱいあるよ。よいしょ。会社食べる？どこへ取ってきたんだよ。じゃん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 。だって蜂がね、蜂が結構いっぱいいて。目の前通ってきたの。そうそう。大丈夫なんだって。いただきます。行きたい方に蜂がいて、行けないの。うん。本当に全然どれも違う、よいしょ、怖い、ぶつかったら刺される、蜂に刺される、赤だって怖かったよ。じゃあ耳にボーンってくると怖いの。なんと見る声だよ。耳にさ、ブーンってくるからさ、じゃじゃーん、もうかわいい、よいしょ、はい、いただきます。うん、よいしょ、はい、こちら蜂のお家らしい、ほら入ってった、ほら入ってった、やば、怖、危険って書いてある、おお、また入ってった、すごいな、はい、来るね、でも大事な大事なお仕事してるんだって、この蜂も受粉をしてるんだって、かなりチャポンチャポン、果汁がすごいからね、うん。そっちゃんももうめっちゃ食べたんじゃない、一番食べてるところ、痛いな。めっちゃ食べたからね。ちょっとやっぱそんなに食べれるようで食べれないんだな。すごいこういい景色なのにな。ママ落としてじゃん。ママ怒られることないから。見てください。こちらにちょっと小ぶりなイチゴがあります。ここ。ちょっと待って。だってさ、ここにこれしか今ないんだもん。こんなにいっぱいあるのにこれっていうね。もうちょっとなんかさ、映える。これでいいんじゃない？ほら、あれ、よし、イエーイ。めっちゃ美味しそうに食べてる。ちょっと近いよ。いただきます。寄らないで、寄らないの、これいいの、食レポ。粒
がつぶつぶで。あと粒が粒粒は意味わからん。種じゃないの。粒がプチプチしていて果汁が口全体にじゅわーっと広がって。とっても美味しいです。やばい。世界一下手な食レポをさせられた。この一個とっても美味しいです。あ、ピーチャンネルさん、はい、撮影順調ですか。チャンネルですけど、何ですか。こちらターチャンネルです。同じ内容被ってるんでやめてもらっていいですか。本当にこちらのセリフです。そっちあれでしょ。他局でしょ。他局です。他の動画だけどさ、仲良くしようよ。ね。そうだね。あ、そのイチゴ絶対美味しい。やだこれ。そっちは取ってきて、ママのあのイチゴ。これ絶対美味しいよね。絶対美味しいやつやん。やば。でか。食べたね。もうちょっと腹いっぱいになってきた。二十個ぐらい食ってた。これ十個。だってさ、ここ全部食べていいんだよ。貸し切りだ。貸し切りよもう。貸し切りだ。ハーブとか、さまさまや。ね。多分ケーキより多いよ。全然多いよ。こんな贅沢ないよなかなか。ないよ。ほらいっぱい食べて。めちゃめちゃ食った。美味しいわ、イチゴは。綺麗。めっちゃでかいな、繊維の。めっちゃでかいのしか選んでないもん。せーの。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、こちらのね、取り立てのいちごを持って帰ってきたので、ここに牛乳入れて、あった、うん、で、ちょっと練乳、入れて、で、ギュッギュッギュッって、マジじゃあ、はい、母ちゃん、ここ、はい、ここ、ここによいしょ、タッチして、キュッキュッキュッって乗せてね。もうね、割と持って帰ってきたから結構いちごがねいい感じに熟してるんですよ。そうだからね、結構潰しやすくて、かわいさんほらこうやってギュッ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 ほらピンクになってきた。最後ママがやるね。よいしょ。おいしくなれ。でさ。間違った。せーの。ゆうゆうゆう。なんかこうミキサーとかでバーってやってもねいいんですけど、こうやってちょっとさいちごの形が残ってる方が美味しいから、私はこれ本当ちっちゃい時からねこういうね飲み方をしてるの。そう、できたよって、じゃあ見せてあげて。できたよー。せーの。できたよー。できたよーって。あっち行って飲もうか。もうね、こんな感じ。すごい果汁がたっぷりな感じ。よし、行こうじゃん。いただきますして。どう？ちょっとまだいちご大きすぎたかな。おいしいです。一緒の顔。バイバイって。バイバイ。バイバイ。